準決勝1対0で勝利しました。これで決勝進出です。まず試合を振り返ってください。はい、まあ、思うような試合展開にならなくて、まあもどかしい気持ちの方が大きいですけど、まあ、とりあえず元旦に行けるってことなんで、しっかり反省して次に向けていい準備したいと思います。そんな中でも前半終了間際の田中選手の先制ゴール、これが決勝点になりました。このゴールシーンちょっと振り返ってください。そうですね、まあ、リカ子が粘ってくれて、まあ、ボール転がってきたんで、まあ、相手と相手の間をこううまくこう見て蹴れたのは良かったです。2年連続の決勝戦進出です。中2日で迎える決戦に向けてどのような準備を心がけたいですか？はい、もう中2日なんで、まあ、体をまずそれぞれしっかりケアすることと、あとは今日の試合など、まあ、振り返って、まあ、次の相手どっちか分かんないですけど、まあ、それに向けていい準備したいと思います。では最後に1月1日元旦の決戦に向けて意気込みをお願いします。はい、元旦で、やれることはいい機会だと思うんで、ぜひスタジアムに来ていただきたいですし、来れない方でも NHK さんが中継してくれるということなので、しっかりテレビで応援してください。よろしくお願いします。